マノッチです。違法賭博録水原やっていきましょう。違法賭博録水原のルールこんな感じでございます。はい、上2つに、過去公式戦という、ルールは付け加えておきました。んで、まだ日程には入ってないんですけど、今日練習試合やって、夏の大会直前まで、進めていきたいなと、思います。んでさ、どこだったかな、スクラップブック、ごめん違うな、見つけました。この戦術一覧のさ、まあ、この魔物のとこなんだけど、全国大会の魔物ってあるんだよね。全国大会って何、春の選抜のことを指してるのかな、こっちじゃないのか、甲子園の魔物にはならんのか。全国大会ってのはよく分かってない俺は。はい、何全国大会って、俺出たことある、やったことある。まあとりあえず進めていきましょう。今日に関しては特にあれだね、ルーレット回すかそういうイベントもないね。6月あ、弾道が上がったのかな。ミートですな。とりあえずミート50は持っていこう。オーダー応援曲とか設定するついでにオーダーとかも一通り見てみたんだけど、今現在だったらルーレットで回す意味もないんじゃないかってぐらいにみんな似たり寄ったりな能力。練習試合なくねなくない、練習試合俺あると信じてやってんだけどさ。星マーク止まりたいな。はい、物質の掃除だな、男臭い部屋に入ってくれ。はい、練習指示いらないね。2、これたまにあれだな、オートセーブか読み込みかなんか入んのかな、めんどくせえな、テンポ悪くしてんな。はい、はい、おめでとう。これさ、毎年バレンタインに誰かしら彼女はできるよね、だよね。5いらんわ。あれ抽選会があるな。練習試合なしか、練習試合がないのであれば行う。はい、公式戦やっちゃうよ俺、初戦1試合目。はい、参加する、もうこういう抽選とか大好きやから。うん、これ1から8までしかないんでしょ、ってことはもう絶対に前評判いいとやるってことじゃん。もう運がいいもん。あ、これでいい。はい、まあまあまあ一番、あ、ちょっと待って銀座高校やだなやだな銀座高校、恵比寿がなんとかね勝ってくんねえかな。はい、だからまあ初戦はどうにかなりそうな感じはしますな。はい、7月、問題ないです。はい、
お、初戦ごめん次の俺恵比寿しか見てなかった、神楽坂実業、はい、神楽坂高校だな。相手のピッチャーアンダースローかもしんねえ。みんな知ってる漫画。パワーヒッターだよね。あ、違った。じゃあ高木 D。 はい、そう、このね柴田くんなんだけど天才ね彼ね。めっちゃうまいから野手能力高いの見つけたの。まあこんな感じのメンツですね。はい、うん、じゃあ、ルーレット準備しますか。まず固有戦術の有無決めます。スタート。まあありかなしかですね。まあ使えるか使えないか。まあ使えるは引きたいよな単純にな。ありですねこれはね。はい、あり。はい、次は打順決めですね。シャッフル。はい、これでいきます。あ、4番ピッチャーになったんじゃない。はい、オーダー決まりました。こんな感じですね。まあ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 悪くはないんじゃないか。パワーヒッターって誰だっけ。誰かいたよねパワーヒッターね。弾道4のやつでいなかったっけ。あれ気のせいか。控えか。ああ、控えか。佐藤くんか。はい、これでいきます。さあデビュー戦頑張りましょう。とりあえずまあ縛り的なものはないから。さあこれから球児たちの夢舞台が幕を開けます。地区大会1回戦の模様をお届けいたします。マネージャーの可愛さだと勝てんじゃないか。三塁側桜島一球一瞬お願いします。始まろうとしています。さあ甲子園の切符を。はい、桜島先制のチャンスです。ノーアウトランナー二塁という場面でバッターは3年生高木。マウンド上ピッチャーただ相手の能力を見よう。どうやって見るんですか。投手データ、はい、結局ね栄冠で一番面白いってこの時期だよな。戦力ない状態でどう勝つか。うん、はい、じゃあレベルの高い引っ張りでいきましょう。第1球打ちました。あっと引っ掛けた。サード左横のフライになりました。取りました。どんまい。これでワンアウト。これもっと高速化できないの。試合はこれ。なんか栄冠クロスすげえ早かったからな。なんかすあ、いいんじゃないの。ナバーチ、いいね、素晴らしい。左中間スタンドへ突き刺さった。フォークを完璧に捉えました。はい、流し打ちでいいんじゃないですか。はい、頑張れ。ドマイ。これでツーアウト。さあ4番です。あ、急成長使っとこう使っとこう。この打席で急成長できるか。はい、逆らわずに右。ごめん、あまりにも久々すぎてさ、俺指示とか詳細あ、これ詳細どうやっていくの。 あるか。はい、ミート多様の積極でいい。はい、頑張っていいね。ナイバッチ、もうちょいなんかギャンブル性というか持たせたいんだけど。
これさ、なんだろう、そのギャンブルした結果うちがめっちゃ有利になるとかがあればいいんだよね。あのプラマイゼロかマイナスかしかないルーレットじゃん結局のところ。そこがね、俺の中にちょっと引っかかってんだよ。プラスが欲しいんだよね。お任せでいいよ米沢くん。はい、これで3アウトチェンジ。5回の表。さあ篠郷ノーアウト1・3塁。キャッチャー派手でしょ、派手にしといた。伝令なんか使う。あれがないな、もう名称忘れたけど守備能力上げるやつがないな。何にもなしいっか。おい、ゲッツ。オッケー、いいね。うわ、どれもレベルが低い。一個ずつ丁寧にいきますか。あーって、オーケー、よかったね。なんとか追加点取ろう。頑張れ。4番でエースってかっけえな。中継、柴田ナイスバッティングです。ランナー揺さぶ。ここは相手に揺さぶりをかけてくるのか。ほい、引っ張った。やばっち。中継、桜島1点入りました。4対1。まあこのままいけばって、ちょ怖えよな。ラッキーボーイ使っとくか。さあラッキーボーイの本領を発揮してほしい。まだわかんねえよな。よし、勝ったと言い切れないもんな、栄冠って。あー取っとくか。はい、しゃなし。てか、あのうちのエースは どんぐらい投げれんの、そのスタミナ的にさ。魔物。三振しなきゃいい。よし、オーケーオーケーオーケー。さあ2023の魔物は強いのかい。走れ。あ、無理か。大山タイムリー、今日初めてのヒットになりました。熱血。熱血が力を発揮する。打ちました。アルモ。頑張れ。いいね、いいね、いいね。こいつ。桜島さらに1点追加。6対1。まあ向こうのエラー絡みではあるけども普通に打ってるもんな。それがいいわ。いや、いいですな。普通に強いですな。6点差、7点差コールドでしょ。1点取っちゃおうぜ。ミスれ。結局9回まで行く感じかい。ピッチャー交代。調子のいい横手くん2年生かい。行きますか。千葉交番。頑張れ横手修司。さあ究極の思考が解き放たれる。ほい、足で捉えた、抜けた。守備能力上げてえな。中野いいバッティングを見せました。
伝令でそこがないのかな、きついな。ジョギングか、ほい。空振り三振、バッターは3年生望月。キャッチャーのマスクの色ちょっと変えてえな。どうしよう、これ臭いとこしかねえじゃんか。まずこれ、あー待って、すごい飛んだな。今日大丈夫だ、点差はあるから。初球を打ちました、ライトへ飛んだ、ナバッチ。一塁ランナー三塁へ向かう、青田ツーベース、初安打。転がせいきますか。ナバッチ、いいですね。これは9回裏1年生ピッチャー出したいね。赤だとグリーンだっけ、間に合うじゃん。 OK、 いいね。2人とも出したいな。9回の裏、お疲れさん。じゃあ赤だから、横に交番、はい、ほいほい。大丈夫か、なんかガンガン変えてって言うけど、どうにかなるか。さあみんな経験値積むよ。 あ、盛り上げるあるじゃん、めっちゃ熱い、これいい。これでね、もうあの守備力の低さはもう補えたでしょ。キャッチャーの何、あの防具の色ダセえな、なんかダサくていいと思ってダサい方向で色つけてったけど、耐えがたい。耐えがたいレベルのダサさです。さあいよいよあと1人、バッターは2年生中川。はい、グリーン行こう。赤田交番。さあ思考を研ぎ澄ませて投球してほしい。伝令上限、ほい、引っ張った、スタンドに入りました、ファール。指示変えよう、空振り三振。いやーって言いたかった。まずは初戦突破です。1回戦を見事勝利、2回戦進出を決めました。あざした、デビュー戦勝利ね。さあ次は、まあおそらく銀座だっけ強いの。いやー天才の成長率ってのはすごいね。お早いぞ、もう早くもそこそこなったぞ。カード5枚はいいですな。まだわからんか、直前まで進めますか。まあ記事なったところでな、まだちっちゃいかんな。ちっちゃい。水原新監督公式戦初勝利。お、練習試合すらさせてもらえなかったな。んな誰もやりたくなかったんだろうな。スケジュールだよね、トーナメントか。あれ恵比寿勝ってるぞ。あれ銀座だよね、強かったのね。
なんかやったぞこれ大穴引いたぞ俺、やったぞこれ。よし終わりだ、さよなら。Oh, God.